皆さんこんにちは。月曜日から異物2倍、今回はオーナメント編ですね。期間中12回まで、オーナメント取得時に報酬が2倍になります。最低参加条件については、第三世界解放時なので、とりあえず、オーナメントが解放されていれば問題ありませんね。そして、異物経験値、マイレージ。どちらも2倍になると、最大報酬と同じ程度、あるいは超えるくらいなので、絶対にやらないと損です。少なくとも、将来的に、特に厳選し始めは経験値は 100% 枯渇するので、最高水準で確保できるので、2倍は全てのランクの人が参加するべきです。続いて、ドロップ率です。今回は玉と縄ですね。大事なのは縄となっていて、EP 効率が一番確率低いです。速度厳選を始めると沼なので注意しましょう。撃破特攻も他のステータスと比較すると低めです。撃破特攻の速度厳選もちょっと渋いので注意って感じではありますが、一致属性のバフは 9% くらいなので撃破特攻縄はまだ簡単ですね。それでも、なかなかいいのできませんけどね。そして、誰に何を揃えるか迷った時向けです。2.5 にて、UI が改善されてキャラごとにおすすめ異物をガイドで表示してくれるように。オーナメントにも適用されているので、悩んだら確認してみましょう。あとはキャラの画面の方でも確認できます。今育てたいキャラのおすすめ異物で、確認してから集めるのがおすすめですが、羅刹の攻撃縄多数派はなんかよくわかりませんね。基本は EP 縄をつける方が安定するはずなんですが。まあ、そういう場合もあるので古めのキャラはキャラ攻略をしっかり見る方がいいかもですね。それでは、第三世界のオーナメントからざっくり性能や使い方を解説します。まずは、ヘルタですが、攻撃力アップ、速度120で追加アップで最大攻撃力 24%。持続ダメージキャラとかに使える汎用セットです。今でも十分厳選連動次第では使えますが、追加攻撃軸とかであれば、もっといい選択肢がいっぱいありますね。オイヌ選手、HP アップで、速度120で全体攻撃バフ。サポートセットはぶっちゃサブステにどれくらい速度がつくかってのが結構大事なので、まあ選択肢の一つです。一応耐久面もカバーしてくれます。汎用性はあるが、最適 DPS とかで考えると外れやすいかな。続いて、タリアです。第4世界で、撃破特攻セット、つけるなら速度145は必須です。豪華を使わない場合は選択肢ですかね。あれば便利です。ホタル編成をメインなら豪華を狙う方がいいかも。一緒に取れる縁は悪ですが、あるとかなり便利です。開幕行動順アップでバフなどの先駆けがしやすいです。EP もアップするので必殺技も回しやすくなります。ホタル編成では、ウェンワークを調和組につけたりするので、撃破軸メインなら両方とも当たりのオーナメントになります。そして、第5世界、誰もお前を愛さない。まず障子ですが、効果命中 10% アップ。効果命中の 25% 分を攻撃力 %に変換してくれます。ブラックスワン、昇級で使えますが、昇級は特に読み前提ならウェンワークつけて、高速で必殺技の更新をする方がいいですね。続いて、天体回差ですが、回心ダメージアップ、そしておまけ効果もありますが、特に誰かの最適でもないので、掘る価値がありません。タリアは1セットくらいあればいいかもですが、どうしても欲しいなら、自素樹脂で1個メイン1機くらい作って、基本は非推奨です。それでは、第6世界です。ベロブルグとサルソットです。ベロブルグは防御力アップ、効果命中依存でさらにアップ。基本的に価値がありません。そして、サルソット。回心率アップで、回心率依存で必殺技と追加攻撃アップ。率 8% を無条件にバフしてくれるので、その価値をどう捉えるか次第。運利とかレイシオは回心率が大事なので、特に運利は2壊滅とか全体で見ればほぼほぼしないので、かなり貴重な回心率アップになります。第7世界です。星々ということで、よく見るやつ。星々は壊滅組と静寂、そして遵守なのかが最新だと適正です。回心率アップはありますが、率 70% が必要なので静寂とかはかなり厳しめな水準です。そして、龍骨です。効果抵抗アップ、30% 以上で全体回心ダメージバフ。効果抵抗 30% は単純に回避率 30% ではなく、敵の効果命中を考慮すると 10% ないくらいの回避率なので期待値はかなり低めです。ですので、30% 抵抗を目指す場合はほぼほぼ全体バフ目的ですね。デバフを一定の確率で回避したいなら効果抵抗 45% とかを目指したい感じあります。龍骨は汎用性高めなのであるとかなり便利です。そして、第8世界のグラモスとピノコニー。グラモスは速度135以上行くなら攻撃とダメバフでカバー範囲広め。編成によりますけどね。持続ダメージ系は最適が現在はほぼグラモスですね。
ピノコニーは EP5% アップ。さらに、装備者と同じ属性のキャラに対してダメージバフ 10%。一応このダメバフ 10% と有骨の 10% だとほぼ同じ程度なので。多少は上がるけど、1% とかそんなレベルなのが多いので。EP5% の方がどちらかといえば重要ですね。そして、第9世界の出雲とツガンニア。出雲は同運命編成組む場合は活躍します。漁港の知恵にとか、飛翔とかでしょうか。ツガンニアは漁港特化ですね。漁港で使うのであれば、誰でも使えると思います。開催中1個目です。装備者の速度アップで、炎弱点の敵に攻撃が命中すると撃破特攻アップ。速度アップがある都合上、かなり使いやすいですね。そして、本能、追加攻撃編成の最適になりやすいです。飛翔、モゼなどにも最適クラスです。そして、バナダイスとルサカ。2.5 で追加された2セットです。バナダイスは召喚キャラのおすすめですが、トパーズは会心率が 100% に届くなら候補。届かないなら、出雲の方がおすすめ。あとは普通に、本能も強いので、わざわざ掘る理由があまりない。軽減は使うのであれば、候補の一つ。正直これつけたからといって、軽減が劇的に変わることはないと思います。一応サルソットよりは上がる。本能は最大状態なら同じくらいになります。ルサカは EP 効率アップと戦闘キャラの攻撃力アップ。ただし、自身が戦闘にいた場合は攻撃力アップは無効化される。ルサカは相方が欲しいならって感じかな。特にこれまでのサポートセットよりバフが強烈になることはないので。もちろん、あればいいに越したことはないですが。無理に乗り換えるほどの性能はありません。あとは軽く、適正キャラ一覧です。ベースは、ゲーム内のオーナメント使用率から反映しています。一部のキャラは3個目も2個目と同じくらいの使用率だったので3個乗せています。ただ、サポーターは結局速度次第なので何つけてもいい派ですね。このあたりは適宜一時停止とかして確認。あるいは、育てたいキャラに絞って、ゲーム内でチェックするのが良いかなと思います。バナダイスとルサカはざっくりで書いています。という感じで、いかがだったでしょうか。正直、最適解を1個に絞ると全キャラほとんど選択肢が減るんですが、特に追加攻撃系セットは増えすぎってくらい増えているので、あんまり最適解論に流されないようにしましょう。特に無課金は何回も追加攻撃セットを増えるたびに厳選するとコスパが悪いので、高難易度をクリアできる水準があるなら他のキャラ育成をおすすめしますね。最後にまとめです。まず、厳選を最初に優先するべきはアタッカーです。ですので、最初のうちは特にサポート組は、EP 縄を自素樹脂等で作ってしまって、ある程度アタッカーのビルドが充実するまで掘るのがおすすめ。ですので、最低限アタッカー向けのセットを狙っているとしても、サポートはほぼほぼ出現率の低い EP 縄を採用するので、最序盤は EP 縄というだけで価値があるので、アタッカーセットでも、とりあえずレベル上げてサポートにつければ有無での差はだいぶ大きいです。バフなどの回転率はオーナメントの2セット効果よりも基本価値があります。で、弱点撃破キャラはタリアか豪華なのですが、基本的にはこのどちらかを最初に狙うのがおすすめ。強撃派は全ユーザーがアクセスできて、費用対効果も高いので、本能と豪華で実質速度2セット剣撃派キャラ用と追加攻撃用セット。あるいはウェンワークとタリアを狙って第4が、全ユーザー向けにおすすめするのであればいいかなと思いました。あとは、2セットは有骨が他だとおすすめですが、星々が現在使い手がニッチなので、EP 縄を自素樹脂で作って弾は適当に耐久メインくらいでも取るのが最初はいいかなと思います。結局何を掘るか、は一番下の本能豪華、あるいはウェンワークタリアをおすすめします。汎用サポ2セットの相方がどうしても現在は渋すぎるので、このあたりは注意してください。ってことで 2.5 異物2倍についてでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。